南千多町郷土資料館は愛知県北郡南千多町にかつて存在した郷土資料館。1977年8月に開館。南千多町民会館図書室や南千多町民会館グラウンドと共に南千多町民会館を構成していた。国道247号の内海交差点を西に500メートル進んだ場所にあり県立内海高等学校の旧校舎を 資料館に転用していた。老朽化が進行していることから、2018年3月31日をもって閉館し、2018年度に解体、撤去された。なお、展示していた内田線関連の資料については、美州海船内海船選手内だけで公開されている。1階では、江戸時代末期から明治時代にかけて、米俵や肥料などを運搬した。 内海船に関する資料を展示しており、約800石積みの宝久島ルの模型や、全長約14メートルのホゲタの実物、船の上で使用した道具類などがある。釘の山品時継は、工事2年に、篠島を訪れた際、伊勢湾で採れた、クジラの竹煮二切れを食べて、勢力をつけた。一部の資料は、郷土資料館から重要文化財の美集海船内、 海鮮選手内タヤに移動されている。3階には内海地区の林の峰海塚から出土した縄文人の人骨をまるっと一人分展示している。ありがとうございます。